雨が激しくなっている中で3日目の戦いが続いています。6レース選抜戦です。では実況でご覧ください。小雨の中で熱戦が続いています千葉競輪場ですが、少し前13時現在のコンディションでは天候雨の発表、気温が14度、気温は今日もほぼ横ばいという感じで、風向きは1センターから2センターへの北の風、風速は 1.5 メートルです。雨粒が少し大きめとなってミスト状の霧雨のような状況となっていますが、あと千葉公園の大きな木も時々枝が揺れています。時間帯時々強めの風が舞いつつあります。3日目の千葉競輪場です。第6レースは選抜の3つ目、早速出走メンバー各選手を1番から順にご紹介します。6レースは1番が徳島の原田健太郎、2番埼玉の吉田隼人、3番が広島の前反雄一郎、4番が兵庫の真田明、5番は東京高橋大作、6番大阪の北川大五郎、7番茨城の伊早坂俊一、8番が静岡丸山圭一、そして9番は岡山の立花成康、以上の9選手によって争われます。選抜競争に原田健太郎が回ってくるのは微妙な形となりましたが、ここは原田の相手探しといった人気の状況です。実力そのものはスーパーヘビー級1番の原田、中四国は3人、近畿は2人、あとは関東3人、丸山が短期の勝負。第6レース選抜の3つ目始まっています。内目で3人、原田と吉田と前反りが出てきます。このままの流れですんなり1番の原田が前取りに構えてきそうです。中四国連携がおそらく前、そして前反り2番手吉田が3番手に引きます。接近するは9番立花、あとは4番の真田は5番手前後、これで近畿勢後ろ攻め濃厚、関東勢中段入りそうです。 自力のタイプ7番の伊早坂、そして5番高橋がこれをマーク、6番の北川現在は後方の8番手の位置です。静岡8番の丸山、初手の位置はどの位置で落ち着きますか。3コーナーから4コーナー大きくゆっくりとカーブしていきます。原田率いる中四国勢、前に入って先頭から3番手、あとは関東3人、伊早坂と高橋と吉田、4番手から6番手で中段です。近畿の2人、7番手8番手、初手は丸山の位置は近畿の後ろにつきました。現状暫定的には3対3対3という感じで分かれています。各ラインの布陣が決まって1列棒上、受けで立って先頭からは1番の原田、近況どうしても取りこぼし癖もついてくる1番の原田ですけれども、力そのものは相当上位、今節4着9着の1番の原田、前の位置です。番手つけたのは3番の前反り、息の長い活躍を続けています81回生前反り。ラインの3番手は9番立花で、中四国3人は前の位置からの攻め、あと中段布陣は関東ライン、7番の伊早坂、1走目2走目逃げています伊早坂、昨日は特にライン2人の状態でも先行でした。伊早坂マークで走る5番高橋、高橋は今年の走り500バンクの F1 戦の方では車検絡み多くなっています。今回は500バンクの G3、 5番高橋は伊早坂のマーク、2番車吉田は初日の競争で伊早坂マークから勝っています。近畿勢北川と真田は後方待機、2日目は力任せに仕掛けて6番の北川、追っては4番の真田、8番丸山は追走なく関東の後ろに回ってきます。一旦6番の北川が前に立ちそうで、1番の原田は展開対応を果たしてどうか。人気の中心原田は叩かれて近畿勢2人前に行きます。あとは7番の伊早坂も進軍開始、2センターから4コーナーカーブで関東勢7番伊早坂、3日連続先行の形に持ってきます。関東3人プラス8番丸山、前段4車、中段2人は近畿勢、北川現在悪くない展開の5番手です。そして1番の原田居直って7番手に下げての勝負となりました。前反り8番手、立花が9番手、原田健太郎7番手仕留めることができるかどうか。1列棒上2コーナー7番手から原田がまくってバックに入ります。前は7番の伊早坂、懸命の先行策、高橋が2番手で1番の原田接近する4番手から3番手伺って結果を出せるか。1番の原田、その後ろの位置は離れていますが北川も猛追、第4コーナーから直線コース、伊早坂懸命に踏ん張った、若武者伊早坂粘る、原田が接近してゴール前勝負、1番の原田か7番伊早坂か。力の展開原田健太郎が捉えたか、伊早坂も懸命な踏ん張り、好勝負となりました。各
105回生若武者伊早坂潔く先行。これを受け止めて2コーナー7番手から得意のまくり返しの形1番の原田、ただ前段に追いつくまでだいぶ時間はかかったものの捉え切ったかどうか。関東勢伊早坂徹底抗戦の先行、北川中段で後ろ7番手から原田のまくり追い込みの形。直線半ばまで伊早坂踏ん張っていまして、最後の最後に原田が捕まえたかどうかという格好です。第6レースのゴール前、あえて言いますが辛くも人気に応えた1番の原田、先行から十分な粘りは伊早坂、その後は高橋が3番で踏ん張ってゴール通過体制は1番7番5番というところ。審判からの正式な決定まで今しばらくお待ちください。6レースをご覧いただきました、吉井さん。7番手からのまくりですけどね、はい、まくりでしたね。ゴール前やっとこういう早坂を捉えたという、そんな、まあ、意地でね、来たと言っていいんじゃないですかね。そんな感じでしたね、はい、伊早坂選手の先行はかかってましたよ、はい、後ろの高橋選手抜けませんでしたもんね、6レースが終了しています。決定放送が入るまでお待ちください。今日3日目7レースから特選です。7レースは1番宮城の阿部拓磨選手からご覧の9名で行われます。発送予定1時37分、電話投票締め切り1時34分です。決定。1着1番、2着7番、3着5番。6レース決定しました。1着1番、2着7番、3着5番です。払い戻し金の放送が入るまでお待ちください。千葉競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式1号670円、枠番連勝単式1号700円、茶番連勝複式1780円、茶番連勝単式1790円、三連勝複式1576800円、三連勝単式1752230円、ワイド1710円、15190円、57370円。以上でございます。6レース選抜戦、1着1番原田健太郎、2着7番伊早坂俊一、3着5番高橋大作。払い戻し金2車単1番7番900円、3連単1番7番5番2230円。その他の払い戻し金額はご覧の通りです。6レースを振り返ります。吉井さんお願いします。残り1周から、はい、先行していった伊早坂、これね北側が1回切って出させたんで、うん、ペース掛けに持ち込めましたよね。はい、花輪手に置かれた原田がまくる前、それがもう離れちゃったね、そうですね、こっからねぐんぐん加速した、はい、スピード乗りました、はい、ただ伊早坂選手も粘っています。かかり良かったんでね、はい、なんとかやっとゴール前捉えたと、はい、ご覧の結果になりました。伊早坂の頭で原田の2着だと40倍ぐらいだったんだよね、はい、そうですよね、しみじみ。